の肩を抱き、あいつは言った。お前にはこの恋を分かってほしいと、繰り返しそう言って、あいつは泣いた。埼玉県の写真業竹さんですか。ドライバーの皆様へプレゼントということで、このさらば友よ、それから川崎市の金子あかりさん、佐藤美恵子さん、そして東京都の八代さんでしたか、雅子さんですね、リクエストありがとうございました。ベルの音聞きながらしみじみ思う、二人ともそれなりに悩んだだろう、幸せを祈るよと言いたいけれど、なぜかしら素直には言えなかったよ。さらば友よ、もう振り向くじゃない、俺の俺のこの涙知られたくない。まあ、沖縄は、ね、平均日よりも3日早く梅雨入り宣言昨日したということなんですけれども、東京でも久しぶりに10日ぶりですか、雨になりました。まあね、大変長かった、でも縁がなかった方もおいでかと思いますが、このゴールデンウィーク、なんとかさつき晴れということで続いてまいりまして、その後まあね、たまった洗濯物を奥様方なさいますでしょう、そのためのなんか晴天もございました、後にこの雨というふうになりましたからね、えほっとした気分なんか感じてたんですが、そこにこの大きな地震、まあ恐ろしいですね。地震の被害などを見て、
大変なもんだと思いましたんですけれども、私はもう一つ恐ろしいことが実はございまして、昨日の8時33分朝ですね、全然知らずに寝ておりまして、大変な地震でございました。知らずに寝ておりました。私自身大変恐ろしく感じてるわけなんです。まあ元来私は地震っていうのがね、なんか割合と強いというか、揺れてもあこの程度なら大丈夫だな、寝ててもゆうらりゆうらりとね、いい気持ちになっちゃっているわけで、ゆりかごに乗ってるみたいな気分で、なんか私の隣の大関ちゃんもそんな感じらしくて、その辺は気が合っちゃったりしたんですが、それにしてもね、これほど大きなものだったのに気がつかなかった自分っておかしくなったりして、後で被害見てびっくりしてるという感じなんです。あなたはどんな風に過ごされましたか？まあね、ちょうどこの連休に伊豆半島の方行ってきたばっかりのところが被害に遭ったなんていう風に、そんな意味でびっくりなさってる方もおいでかと思います。そう、伊良崎なんかはね、この春いい感じ、海鳴りがしたり、そうちょうど海辺のホテルなんていうのもあるところでございますものね。海なりいさり日、海辺のホテル、一人に悲しいワルツの調べ、もうねえ覚えられたんじゃないかと思います。千秋直美さん、ワルツ。誰かがワルツを踊っています。幸せあふれた二人です。私酒を飲んで泣きたい気持ちを抑えます。海なりいさり日、海辺のホテル、一人に悲しいワルツの調べ。別れの手紙を綴っています。乱れた文字です、ごめんなさい。あれこれ理由を並べてみても、切ない心は変わりません。海なりいさり日、海辺のホテル、一人に悲しいワルツの調べ。ドライビンの方へリクエストいただいております。4号線乙女食堂さんへ、栃木の渡辺茂雄さん、そして埼玉の黒沼正明さん、ワルツのリクエストありがとうございました。ご一緒にどうぞ歌ってくださいね。明日もこうして止まっています。涙が枯れたら帰ります。知らない誰かと踊ってみたり、楽しくなるよう努めます。海なりいさり日、海辺のホテル、一人に悲しい正直に、
告白いたしますと、私はこの連休かなりお休みをもらいまして、好き放題をしたという感じで、まあ好き放題といってもね、なんか遊んだというよりもなんか物片しばかりして手をザラザラにしたという感じもいたしますけれど、まず28、29というところの連休、それから、先週の金曜日3日、この走れ歌謡曲終わりましてから、フリー時間になりましたでしょう。そして4日の録音がなく、5日が高級、そして6日が、7日の録音がないために打ち合わせがなくて振り替え休日そのままもらえて、7日もそうだ、録音がないんだからね、レギュラーのものがない時だからせめてね、お休みも取ってしまおう強引にという感じでございます。まあ、運のいいことにちょうど自分の仕事がその時にバッチリとその空いてしまったという感じで、まあ3日のね仕事終わってから一眠りしてあと加えますと 3,4,5,6,7 ですからね、5日間というものなんか、ね、自由気ままに過ごせたという感じで、やはりまあうちからはちょっと離れまして長野の方へ参りましたけれども、混みましたね。なんかその地元の信州の新聞によると、例えば軽井沢異変が起きたというふうに報じられていたようですね。私はお休みの時となると、なんとねテレビもラジオもね見ず聞かず、そして新聞も読まなかった、そんな状態でございまして、聞いた話ですけれども、帰りの汽車で隣り合わせたご老人60いくつかの方が話してました。何が異変かというと、まあ中軽井沢、昔の靴掛け徳次郎の例の靴掛けですね、そのあたりというのは、年中無休というかシーズンオフなく お店がずっと開いているところであるけれども、軽井沢特に旧カルの、例の商店街というところは、まあシーズンだけ開く店が大変多くて、ポツポツと、ね、まあ常に開いている店があるぐらいだったのが、この連休つまり4月の、末からですね、バーッと8割以上のお店が開いてしまったということなんですね。ね、それだけ、まあ、軽井沢族が増えたというか、早くからね、あちらの方へ向かう人が増えた。確かにそうでしたね。新越線というのはその連休の間も大変な混みようで、まあね、母なんかが行って聞いたところによりますと、もうね喧嘩腰で荷物を上の棚に乗せてたというような感じですね。まあそれほどの状態で若い人が多いわけなんですけれども、帰りの汽車っていうのも6日ぐらいがピーク、大変なものでございました。ですからね、お店も開いちゃうんでしょうけれども、なんかそうするとね、なんか避寒地とか避暑地とかそんなような風情っていうのもだんだんなくなってくるなという感じもいたしますね。それで私はちょうどその帰りの信越線6日にちょっと、乗ってまいりましたけれども、隣におじいさんが乗って、その方が大変野草が好きだということで、今ね、田舎へ行っても野菜が高くて本当困りますねって言ったら、そんなことないですよ、のね、草を食べられるものずいぶんあるんだから、そういうの食べてればただですよって、そんなことを言われました。それから前に坊やが座りまして、聞くところによると小学3年生なんかね、いろいろね、ウルトラマンみたいのとか犬のねなんか模型や何かをね、ボストンバッグいっぱい入れましてね、それをごちょごちょねつけたり外したりいろんなことやってるんですよね。面白いからこんなんてじーっと見てたら、向こうの坊やもね人のことこう上目遣いにチラチラなんて見るんでね、何年生なんてことで話し始めまして、いろいろ話しました。小学校3年生、今の坊やは面白いですね。なんか大人に向かって、どんな感じがね書けますかなんていうのをね聞くわけですよね。で、私がだいたいその坊やが言う漢字を書きますとね、もっと難しいのないかな、難しいのないかな、小学校3年生の頭で一生懸命考えるわけです。だから私も負けずとね、まあ画数の多いもの言うと、さすが僕はそんなの習ってないか分かんないって言いながらも、難しいのないかな、難しいのないですかって一生懸命言うわけで、私がどの程度が小学校3年生に難しいのかな、小学校の先生になった気持ちで話しましたけれども、ねえ、今の子は漢字をねあまり知らないなんていうふうに、まあ正直言って走れ歌謡曲のもうこのリクエストのカードを見てもちょっと間違った字や何かもあって、ねえ、辞書を引いて書いてくださったらいいんじゃないかななんていう若い方のハガキがあったりしましたんですけれども、中にはやっぱりかなり興味を持ってる坊やもいるものですね。その子はでも理数系がとっても弱いんだそうです。野口五郎さんの告白リクエストいただきました。
ブルーにグリーンに黒というなんかとっても素敵な色を使ったこのね、リクエストカードなんですが、川崎市の高階玲子さんです。さあ野口くんの告白を聞いてください。何をためらうの、僕を前にして愛の過ちは誰にもあることさ。遅い指先を胸に押し当てて、君は目を閉じて僕に近づく。僕はこの指で君を壊しそう。たとえそれで傷ついても君に罪はないのさ。僕が何を恐れるの、僕を前にして愛は美しく悲しいものなのさ。長い黒髪をそっと噛み締めて、君は泣いている僕の代わりに。僕はこの指で君を壊しそう。あなたと日野を結ぶ日野ファミリーニュースは、前回に引き続き新しく誕生した営業所支店、それに新車種のご紹介です。札幌市東区に札幌日野本社、苫小牧市明野に札幌日野苫小牧営業所、帯広市西二十条に東北海道日野帯広支店、大船渡市大船渡町に岩手日野大船渡営業所、鶴市小形山には山梨日野鶴営業所がそれぞれ新築移転いたしました。さてさて、新しい車種の登場です。荷台が大型車に匹敵する 2.26 メートルの広幅、長さ 7.2 メートルの中型車、レンジャー KL380580 の超長ロングボディのカーゴトラックが加わりました。どうぞよろしく。どんどん増えていく日野の車と営業所サービス施設、上手に利用して無駄のないお仕事を。一人じゃないんだ、日野ファミリー。ディーゼル車の専門メーカー日野自動車がお届けしております。この番組は走れ歌謡曲です。時刻の方まもなく3時24分になろうとしております。さて国道情報をねお伝えいたしましょう。はじめにラジオ大阪から藤本昭雄さん、てるてる。はい、おはようございます。おはようございます。地震大変でしたですね。ねえ、あなたはどうでした？寝てまして全然わかりませんし、京都の方は、まあ、被害がね、被害というか少なかったでしょうからね、もう全然震動が感じられなかった。大阪の方も全く朝、うん、
大丈夫だったそうですよ。お互いね、今日のこの仕事のために一生懸命寝てたのよね。そうなんです。私もでも9時半頃には起きたんだけど、そのちょっと前でしょ。まあ寝たのが遅かったわけなんですけどね。そうですね、私は12時半まできっちり寝ました。あ、そう。まあそういう人間もいたのでございます。そうです。はい、では国道情報お願いします。わかりました。ではいつものように国道2号線姫路の日本モーテルさんにお電話がつながっております。おはようございます。おはようございます、日本モーテルさんですか。ラジオ局でございます。よろしくお願いします。はい、今日の国道2号線はですね、はい、順調に、上り下りとも流れております。あ、そうですか。はい、お天気の方は。お天気はですね、こちらは晴れております。あ、そうですか。はい、大阪の方かなり雨が降ったんですけれども、どうでしょうか。そうですね、午前中は降っておりましたですけどね、はい、午後から止んでおります。あ、そうですか。はい、わ、はい、かりました。どうもありがとうございました。はい、どうも失礼します。日本モーテルさんの方2号線の様子聞いてみましたけれども、お天気は午後からですね、お天気が止みまして、で今車の流れは順調に流れているそうですけれどもね。次は滋賀県大津にあります、ドライブインひばりさんにお電話してみます。国道1号線それから8号線の様子を聞いてみたいと思います。はいはい、おはようございます。はいはい、ドライブインひばりさんですか。はい、ラジオ大阪でございます。はい、いつもお世話になっております。今日の1号線それから8号線何かニュース入っておりますでしょうか。別に何もないですよ。あ、そうですか。車の流れはどうでしょうか。まあいつもと同じぐらい、今のなんていつもそのなるんですわ。あ、そうですか。お天気は12時ちょっと過ぎるもやりましたし。あ、そうですか。もう一回も変えてますわ。はい、あ、そうですか。うん、ですね、朝地震の方どうだったですか。そちらの方ちょっと暗ってきましたよ、滋賀県は。あ、そうですか。道路の方何も異変はありませんでしたでしょうか。何もないです。あ、そうですか。はい、わ、はい、かりました。どうもありがとうございました。はい、滋賀県大津のドライブインひばりさんに聞いてみましたけれども、やっぱり大津の方ね、朝少しぐらついたそうですね。てるてるは京都におりますけれども、全然感じられなかったんですけれどもね。大変な被害でございまして、本当にね、今も一生懸命、探してらっしゃると思いますけれどもね。なんかとってもなんとなく嫌な雰囲気になってしまいましたけれども、そんなことは、さておきましてですね、てるてるの方は、とっても美味しいお話をしようと思います。というのはね、5月になりましたら、食卓をにぎわすというか、だいたいこの3日に1度の割合で出てくるのがたけのこなんですけれどもね。てるてるはすっごく好きでですね、よく炊いたり、それから天ぷらにしたりとかねして食べたりするんですけれども、今日も雨がたくさん降りまして、もう竹がですねすくすくと伸び育ちまして、長い長いこの背の高いタケノコは、タケノコというか竹はですね、青々としたと思うんですけれどもね。京都の方で長岡天神というところがあるんですけれども、ここはもうすっごくツツジが綺麗でね、でまたタケノコも長岡っていうところは有名なんですね。ですごく美味しくって、で長岡天神の中にですね茶店みたいなところがありまして、でタケノコ弁当っていうのがありましてね、すごく美味しいんですけれどもね。もうとにかくタケノコって言いましたらね、大抵はもうなんか鰹節で炊いて食べたりとか、それからわかめを入れたりとか、ふきを入れたりとかね。でまあ、うちとこではですね、この特製の天ぷらをするんです。で天ぷらでどんなんかなと、味気ないのにと思われるかもわかりませんけれども、あれは一旦湯がきまして、で、味付けをするんですね。薄く味付けをしまして、それからの天ぷらにするんです。それからですね、他にですね、このタケノコを酢の物で食べたりとか、まあいろいろ方法はあるんですけれどもね、お味噌汁とか、まあ平凡ですけれども、そういう食べ方でも、あんまりタケノコはですね、この若い女性というのは食べない方がいいみたいですね。ニキビとかいっぱい出たりとかですね、かなり大変でございまして、で男性はですね、特に若い男性はですね、このあまりたくさん食べ過ぎますと、朝ですね、どこかの部分が90度になったりなんかしますけれども、あまり深く考えすぎないようにしてください。今日はもうなんというか、この格調高く言ってる木曜日じゃなくて、金曜日でございますので。なんだなんだ。もう長野さんの名前に傷がつくといけませんし、文化放送の名前にも傷がつくといけませんので、とにかくそういうことでございましてですね、男性はあまり食べ過ぎない方がいいんじゃないかなと思いますけれども、ではリクエスト曲の方もあります。お口直しに聞いてください。お耳直しでございますね。ですね、いつもラジオ大阪は
金曜日は懐かしい曲をかけてるんですけれどもね、今日も懐かしい曲でございます。いただきましたのは和泉市にお住まいの小渕文夫さんですか、いただきました。芸名はアランドロンさんだそうでございますけれどもね、南沙織さん、潮風のメロディーです。思い出すあなたのこと、口笛を真似しても夏の日は帰らないの。もう一言港、初めて口づけした日をあなたも忘れずにいるかしら。あのこと、愛された長い髪、潮風が編んでゆくの。もう一言言われたら恋人でいたのに、二人で数えた船で交わしたささやき、あなたも忘れずにいるかしら。なんか潮風の香りが漂ってきた、イメージの中で国道情報を続けましょう。時刻の方3時33分になろうとしております。東海ラジオの佐藤敏子さんです。しわちゃん、はい、おはようございます。おはようございます。なんかマリアさんも大変ゴールデンウィークはゆったりと、まあね、言いようによってはそうですね。立ち働いたといえばそうなし、まあいろいろあるわけですよ。内部的事情によるよって。でもさっきのね、男の子との何ですか、会話というか、とっても楽しそうですね。面白かったですよ。私も好きなの、そう、男の子と話すの、ちっちゃな子ね。うん。そう、ちっちゃな子としか話せないのよ、私は。じゃあこちらは国道情報参ります。はい、お願いいたします。こちらはドライブイン新岡崎さんの方にお電話つながってます。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。いかがですか、そちらは。上り下り線ともそのまま流れてますけど、今日。あ、そうですか。はい、はい、お天気はどうでしょうか。そう、雨も上がりましたけどね。別にいいわけですね。はい、あと工事とか規制などは出てませんでしょ。はい、何も聞いてませんけど。そうですか。はい、わ、はい、かりました。どうもありがとうございました。はい、お聞きのようにですね、国道1号線岡崎の付近は別に上り下りとも、車の量も少ないということなんですけどね、本当にね、あの車が少なくってね、スムーズに行ってるってことは本当にいいことだなってね、この間思ったんですよね。
あの浜松に行って、あの観山寺とかそれからフラワーパークの方に行ったんですけどね、本当だとね30分くらいで行けるところがね、行きは1時間半かかって帰りはもう3時間もかかっちゃいましてね、とにかく1時間行くのに、あ、じゃあ1キロ行くのにね1時間かかっちゃうんですよね。だからもう歩いてる人の方がねずっとずっと早いんですね。だから本当にもうなんか行く目的地に着くまでにね疲れちゃったんですけどね。でもまた目的地に着いてからもお花を見に行ったのか、なんか人人人の中にねこう今盛りに咲いてるパンジーとかツツジを見に行ったって感じでね、本当になんだか何しに行ったのかね分かんなくなっちゃいましたけどね。でもあの疲れるって言えばね、私の場合はこう海を見てるとね割とこう疲れが取れるんですよね。前にもよく海のお話をしたから、私はシガッペは非常に海に弱いなんてお便りいただきましたけどね、本当に海には弱いんですよね。なんか海がね私を呼んでいるなんて感じがしましてね、時々無性に本当にあんまり人気のないね海が見たくなるんですけどね。でこの間浜松に行った時にはあの御前崎の方までこう遠出したんですけどね、まあ浜松からですと車で1時間くらいで行っちゃうんですけどね、まあ、お前崎はご存知だと思うんですけど映画のね、喜びも悲しみも幾年月、私も見たんですけどね、これ佐田啓二さんと、高峰秀子さんの方でしたっけね、主演で出てらしたあの映画の舞台になったとこなんですけどね、まあ歌謡曲を好きな人は、森進一さんのあの港町ブルースね、あの三崎や伊豆にお前崎っていう、私歌うとまたろくなことないから、あのねお前崎の灯台も行ってきましてね、それからあの、港の方も見てきましたけどね、今あの港といえばお前崎の港にはねあのカツオがいっぱい入ってきてるんですよね。今とっても初ガツオでとっても美味しい時期ですよね。であのその港に入ってくるのね見てたんですけどね、1キロからこう2キロくらいある大きなカツオがね一匹向こうでは、なんとまあおろしたからでしょうけどね1200円から1300円で買えちゃうんですね。で私見てたんですけどね、あのカツオ割とこうなんていうのかな紫とかね青くこうピカピカ光ってるんでね、あきっとこのカツオは今取れたばかりなんだろうなんて思ってたんですけどね、見る人に見る人がね分かるんですね。あれあのカツオをねこう尾っぽから引っ張ってそれでキュンとね身の方が反り返ってくるのは新しくってね、で尾っぽを持った時にダウンとしちゃうのはねなんかあの、今日取ったんじゃなくてもっと前に取ったんだなんて言ってね、買うのをやめちゃった人がいたんで私ももう、買わなかったんですけどね。でもとにかくシイカのね3分の1くらいの値段っていうからねもうとっても安いわけですよね。で150銭号にはねあのあれ155銭のなんか今日おかしいですね下の周りが、あの両側にねまだ他にあのトラックがいっぱい並んでるんでね何売ってるのかななんて思って覗いてみたんですけどね、いちご売ってるんですね。もう本当にねトラックがね何台くらい並んでたかな、とにかく両脇ですからね30台以上あったと思うんですけどね、そのいちごもね、なんかこう味見してそれから買ったんですけどね、その他にもねその155銭号沿いにはね、なんかシラスとかねうなぎなんかも割と安く買えたんですけどね、あなたの方ではまたそんなねあの食べ物美味しいのありましたらねまた教えてくださいよね。さて名古屋からのリクエスト曲お届けいたしますね、たくさんいただいてますね、明石市にお住まいの伊藤和幸さん、そしてこれは豊橋市の飛びくじらさん、そしてゴールデンウィークにはね奈良の方にずっと行ってらした SF のロレンスさんからは絵はがき3枚もいただいてます、麻生陽子ちゃんの逃避行です。
けど今度だけはかけてみるとあの人にも念を押した遅れたなら先に行くと柱の時計また空いた汽車を空いた汽車を見送った女の人に引き止められてるのだわおそらくあの人のことよそれが長い人なのに諦めた のんびりゆったりこんな世の中なのにバカに落ち着いちゃって大丈夫なんですか社長さんその時社長少しも騒がず要するに無駄を省けばいいことだと膝をたたいて、うなずいたと日のレンジャーシリーズは無駄を切り捨て必要なものにはうんと力を入れた節約タイプ小型トラック2台をお持ちならレンジャー1台で OK 乗り換えもすんなりしかも超ロングの荷物や重量物も OK 用途に合わせた車で無駄知らずレンジャーシリーズで商売繁盛も一人じゃないんだ日野自動車赤谷ドライブインの方に新潟の斉藤康弘さんありがとうございますそれから、乙女食堂さんの方に栃木の上井義原さんおはがきでは渡辺昭夫さんから来ております五木ひろしさんの歌今日は横浜黄昏で横浜黄昏ホテルの小部屋口づけ残りがタバコの煙ブルース涙あの人は言って言ってしまったあの人は言って言ってしまったもう帰らない裏町スナック酔えないお酒雪ずり嘘つき気まぐれ男あてない恋歌流しのギターあの人は言って言ってしまったもうよその人こがらしい思い出暮れのこと諦め水色冷たい夜明け海なり灯台一羽のカモメあの人は言って言ってしまった。あの人は
言って言ってしまった、もうおしまいね。時刻の方3時45分を回りました。国道情報、こちら文化放送から4号線を伺います。いつものように乙女食堂さん、おはようございます。森田さん、久しぶりでございます。今日はいかがでございますか。今日はね、はい、非常に車の量が少ないんですよ。少ないですか、はい、上下とも。上下とも。あ、それはあれ夜半過ぎからずっとですか。そうですね、遅くなってからですか。はい、はいはい、だいぶ昼間は多いらしいんですけども、ね、夜半はだいぶ、ね、あ、そうですか、はい、でも今日はまあ10日ということで、これから朝方、まあ、日中にかけては増えるかもわかりませんですね。そうですね、増えるかもわかりません。はい、雨の方はいかがですか。雨はですね、はい、12時前強く降ったんですよ。今現在止んでるんですけども、はい、まだ路面は乾いてません。あ、そうですか、はい、これから朝方にかけまして霧が出るような。そうですね、暖かいですね。あ、そうですね、はい、でかなり深くなるかわかりませんね。そうですね、はい、どうもありがとうございました、はい、失礼いたします。さて、ただいまの乙女食堂さんの方にいただきましたリクエスト、静岡の松本和彦さんからペギー葉山さんの学生時代です。スタノカラマルチャペルで祈りを捧げた日、夢を借りしあの頃の思い出をたどれば、懐かしい友の顔が一人一人浮かぶ。重いカバンを抱えて通ったあの道、秋の日の図書館のノートとインクの匂い、枯葉の散る窓辺、学生時代。賛美歌を歌いながら清い詩を夢見た。何の予想もせずに口数も少なく、胸の中に秘めていた恋への憧れはいつも儚く破れて一人書いた日記。本棚に目をやればあの頃読んだ小説、杉氏ひよ私の学生時代。ろうそくの火に輝く十字架を見つめて、白い指を組みながらうつむいていたとも、その美しい横顔姉のようにしたい、いつまでも変わらずにと願った幸せ。テニスコート、キャンプファイヤー、懐かしい日々は帰らず、素晴らしいあの頃学生時代、素晴らしいあの頃学生時代。いつきもいいけど、モリシンの味がまたたまらねえんだな。待ってました、都。ひばりの哀愁ハトマ。ガラッと若いんじゃ、ルミちゃんやアグネスちゃん。俺はドライブインにある走れ歌謡曲のリクエストカードに、リクエスト曲を書いてポーンと投函しておる。お目当ての曲を聴きながら走る楽しみは格別だ。ケンさんや鶴田浩二裕次郎。いい歌、いつまで経ってもいいもんだね。日野の車にはこうしたいつまで経っても飽きのこない歌のような良さがあるんだ。赤いエンジンの響きなんざ思わず、よっ、名調子。
掛け声かけたくなっちゃうよ、本当。鳥の鈴さえ寂しく響く。親父、豚汁おかわり。チェ、生じたのはひよれってやな。一人じゃないんだ、日野ファミリー。さて、4時までの間、お客様を迎えしてお話しする時間なんですが、松平直樹さんを迎えいたしました。どうぞよろしく。お久しぶりでございます。ほんとしばらくですね。ねえ、なんか全然お変わりなく。いや、もう年取りましたよ。あれ、そうですか。余生を楽しんでますから。あれ、そんなこと言っちゃってよろしいんですか。もうなんかお父様としても張り切ってるんじゃないかと。はい、そんな感じもいたしますけれども、昨日ね、朝地震がございました。本当ね、あの時はどうなさってました？僕は飛び起きました、やっぱり。あ、寝てらしたんですか？寝てましたけど、もうびっくりしてね、やっぱ地震大嫌いなんですよ。あらあら。だからもういつもね、逃げ口をいつも探してるわけなんですけどね、で、逃げ口にちゃんと昨日でも最初ね、横揺れだったですからね、まずガーッと縦揺れが怖いんですよね、で、東京は横揺れでしたからね、割合とね、はい、だからまあ安心してね、いましたけど、もう一回寝直したと、いうことですか？あ、そうですか。でも、昨日の朝早く目覚めちゃったらこの時間はちょっと苦労ございますね、はい、さて、あの歌の方を聞かせていただきます。おなじみですね、オーケストラグレースノーツの演奏というわけです。あの格好のね、本当の声ではないんですよ。シンセサイザーっていうんですか、電子的な音で作られたこの格好格好でございまして、格好格好っていうのはこれ日本語でも外国語でも同じだそうでございますね。格好って本当にあの鳴き声ではそれ以上の名前を付けられないという感じがしましたけれども、今日から愛鳥週間バードウィークでございますがね、それにちなんでお届けいたしました。まあね、愛鳥の心で作る良い環境、まあね、鳥や虫やね、花がもう満ちてる時にはなんかやっぱり空気もいいんじゃないかという感じで、東京でツバメ見かけますかなんて勝浦の与太郎さんおはがきくださいましたけども、さっきね、バーッと私の目の前にツバメが、ね、飛んだこう感じがあるんですよね。それが現実だったんだか夢の中だったか、それがちょっと今のところはっきりしないんですけれどもね。この与太郎さんのおはがきによりますと、朝ある日ですね、バイトに行きながら車を運転してましたら、前の方を急降下してくる黒い物体がありました。私はっとしてブレーキをもう少しで車にぶつかりそうでした。物体とは南の島からの使者、ツバメです。これから少しの間道路上を、超低空で飛び交います。南の島からの使者を大事にしなくては、てんてんてんと、こういうおはがきですけれども、本当そうですね。やっぱりね、これからツバメ、やってまいりますからね、大事にしたいですね。運転してるあなたはどうぞお気をつけくださいますね。というよりも、まあツバメの方がね、そうもたもたしてないんじゃないかと思いますけれども、先日私ちょうどね、道路の車の前にですね、じゃない歩ってる前にですね、キジが2羽バッ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 なんて言ってる、それは現実のものとして見ました。その2羽がなんと両方とも、男のキジでしたけれどもね、で2羽でなんかね、散歩してて、この頃キジの世界でもホモなんてことがあるのかななんて思ったりしました。でも本当綺麗ですよね、キジがね。ところでね、ちょっとお話が長くなりますけれども、一つね、2、3日前にね、この走れ歌謡曲のコマーシャルでおなじみの桑原明さんがお話してたのね。僕はね、大地震が例えば1回あって、その上、そうそう、つまり昨日の地震はない
そのもう一日前の話なんですよ。大地震が一回あって、その上渡り鳥がですね、日本にやってこなくなったら日本脱出するねなんて言ってるんですよね。まあ桑原さんもあの大柄な男性が言ってるんだから、よっぽどなんかビクビクしてるんじゃないかと思いますが、この日本の最近の変異を、桜島もね爆発するし、三原山も、そして浅間山も、鳥海山もと、こう大変怖い状況になりまして、まあ僕はね、小松左京さんの日本沈没にもね、なんか本当陶酔しちゃってるからね、陶酔っていうのかなんというか、まあね、そんな感じで、もう本当渡り鳥来なかったらいなくなる、そういえばそうかも分かりませんね。でも確かにツバメの姿を見ましたから、今年は大丈夫ですね。釣れなくしたり、デリカシーがなかったりするとプーッと膨れておかしくなる。車は女性の気持ちとよく似てます。世のドライバー諸士よ、女性に接する気持ちで車を運転してもらいたいもんですな。滑らかで穏やかな運転は安全のためにも燃料節約のためにも一番よろしいようで、急加速急ブレーキは控えて、時速 4,50 キロの安定走行が燃料節約に最も効率的です。大切に扱っておけば、いざって時にあなたの意思通りピリッと機敏に反応するのが人情じゃなかった。車の性能、丈夫で長持ち、しかも無駄飯食わない座り予防、日野の車で一人じゃない、安全で行こう。時刻の方をあんまり細かく言いすぎますね。考えてみましたら4時11分になりました。優れたディーゼルエンジン技術を誇る日野自動車が、ここ東京の文化放送、名古屋の東海ラジオ放送、大阪のラジオ大阪、この3局を結んでお届けしております。この番組、日野ダイナミックスコープ走れ歌謡曲です。さて、その走れ歌謡曲ミッドナイトプレゼントといえば、毎週毎週おなじみになりまして、こう一言言いますと曲がちょろ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 っとこう出てくるはずでございますが、なぜか今週はなんか三川さんのあたりから曲が出ないことになっておりますね。変なこともありますね。なんかネズミが引いていってしまったのか、大切な、芦川誠さんのね、帰らざるノクターンというこの曲のレコードも分かんなくなってしまったんですよね。でもプレゼントの方はね、もうこれは決まりでございますから、絶対差し上げようということで、お知らせをいたします。まあ、この芦川誠さんという、ちょっとハンサムな青年でございます、男性でございますね。そのデビュー曲、帰らざるノクターン、夜奏曲と書きましてノクターンでございますね。この発売にちなみまして、抽選で10名の方に豪華な外国製のサングラスをプレゼントしたいと思います。まあ、外国製ということでね、ちょっとお得をございますので、10名の方でございますが、例によっておはがきをお寄せくださいませ。おところ、お名前、お年、職業、そして郵便番号160、東京都新宿区文化放送、走れ歌謡曲、芦川誠プレゼント係、これをすべて裏と表にお書きになってお寄せいただきたいと思います。消印の方は5月13日、来週の月曜日まで、有効でございます。当選は商品の発送をもって返させていただきますが、サングラスご希望の方はどうぞお寄せくださいませ。もうお互いを責めるのはよそうよ、終わりの前だけはそっとしてよ。さあ行かなければ、汽車が出るから、これで最後にしよう。二人の時はあまりに深く愛しているから、こんなに惨めな別れを迎えた。二人あの日暮れ時の優しさのような、君の笑顔は遠い思い出になる。羽を
岡仁さんのデビュー曲ですね、別れの前に、新曲をご紹介いたしまして、もう一曲、里見ゆりさんです。恋人は一つ下。私がいなきゃ何一つできないの。のんきで忘れんぼ、そんなとこが好き。服の背中のボタン外れても気づかない。恋人は一つ年が下の可愛い男の子。話に女性上位なんていうことございましたけれどもね、里見ゆりちゃんなんてこんな若いお嬢さんにまでねえ、なんか姉さんみたいで姉さんみたいでなんて言わせちゃうんだから面白いですね、世の中は。内山田博士とクールファイブも新曲が出ました。雨の忍び合い、シャラララ、シャララララ。雨に忍び寄る別れを感じて、愛の痛みをそっと抱きしめてる。目と目で話す言葉の寒さよ、こんな二人に誰がしたのやら。恋なんて恋なんて終わっているのに、節子さん、テープをセットして待っていますから、そして神戸お願いしますなんてお手紙をご丁寧にいただきましたけれど、ごめんなさいね。でも今日は新曲をねお届けいたしました。雨の忍び合いもまたね、次の機会に長くかけますから楽しみに待っててください。花は霧島、タバコは黒板、燃えて上がるはおはらは桜島、あよいよいよいやさっと。大型車に乗っていると行く土地土地がみんな俺が国さのような気分。おなじみの民謡を花歌混じりに歌うのは格別の味わいがある。九州を走ればおはら節、最後高森おいらの兄貴、男の中の男西郷どんが俺にあの大きな目玉をぎょろつかせて決まれよと励ましてくれているような気分になってくる。日野の大型おいらの自慢、夜の夜中をおはらは一走り、眠気覚ましに民謡を口ずさんでいると古い友達に再会しているような懐かしさがこみ上げてくる。一人じゃないんだ、日野自動車。夜明けの本棚、星新一作ショートショートよりその2、デラックスな金庫。
私はほとんど全財産をつぎ込んで豪華極まる大金庫を作った。バカなことをするやつだというやつもある。だがそんな連中だってこれとあまり大差ない。自動車を買って今までの倍の時間をかけて通勤し得意があるもの。時間にルーズなくせに舶来の高級時計を身につけるもの。趣味となると人は盲目的に金を使い後悔しない。私の場合だってそれと同じだ。家は手放してしまったのでアパートの一室に住んでいる。しかし世の中には金庫を盗もうと考える者などいないから外出の時も心配ない。私は暇さえあれば金庫を磨くことに熱中する。鋼鉄製だが外側は銀張りなのだ。ためつすがめつ眺め少しでも曇りを見つけると柔らかい布でこする。優しくそっと。ちょうど多くの人が美人の肌に触れるように。それにつれて金庫の表面は輝きを増し私の姿を映し始め私は悦にいる。楽しいその仕事が終わり夜となると金庫の方を向いてベッドの上に横になり満足げに眠りに入る。実にいい趣味ではないか。おい起きろ。ある夜突然揺り起こされた。目を開けてみるとそばに覆面の男が立っていて私にナイフを突きつけている。金庫にだけは触らないでくれと私は思わず叫んだ。誰だって変なやつに趣味の品を触られては嫌だろう。しかし気がつくと手足が縛られていたのでそれ以上どうすることもできなかった。声を出すな。前から目をつけていたのだ。さあその開け方を教えろ。しかし中には。静かにしろ。男は私に猿靴輪をかけさらに命じた。さあ紙にダイヤルの番号をかけ。仕方がない。私は縛られたまま指をぎこちなく動かしそれを書いた。男は乱暴な手つきでダイヤルを回した。目を背けたくなるような気持ちだ。オルゴールの金と銀の曲とともに扉が開き中の照明がついた。まばゆい黄金色の光が外にあふれ出た。金庫の内側が金張りになっているからだ。私のように凝った趣味のものはこのように見えないところに金をかける。男は目を細めその光に魅せられたように思わず中に歩み入った。それにつれ扉が静かに閉じた。赤外線利用のこの仕掛けも私の自慢のものである。なんだ何もないじゃないか。開けろ。中からかすかに声がした。だが縛られていては開けようがない。続いて暴れる気配がした。うまい具合だ。暴れてくれれば自動的にサイレンが鳴り出す装置もついている。すぐに誰かが飛んでくるだろう。これでまた
犯人逮捕の金一封がもらえるというわけだ。そして中の金張りの厚さも増える。どうだ、実益だってちゃんと伴っているではないか。いかがでしたか、夜明けの本棚。今日は星新一作ショートショートよりその2、デラックスな金庫をお届けいたしました。一人じゃないんだ。この時間、この私の声を聞きながらドライブ中のたくさんの日野ファミリーの皆さん、次の数字一体何だと思いますか。使われた銅の量380トン以上、金の量約60キロ。はて、なんだ。それでは、奈良、こう言えばピンときましたね。そう、大仏さんです。聖武天皇の御世、実に40年の歳月、延べ160万人を動員して作られたこの大仏さん。大仏殿の木材や瓦の量だって皆さんご存知の通りなんですから、大変もスケールを超えてます。ああ、あの頃ワイドなバリエーションの日野の車を本当に使わせてあげたかったな。長尺の木材なんか、例えば新登場の超長ロングボディの KL380 や580で、銅は大型車で幹線輸送、レンジャーで瓦を積んで都大路を楽々と、走る場所や荷物による使い分けができたらなんてね。用途にぴったりのワイドバリエーション、日野の車はオーダーメイドと同じです。ディーゼルエンジンのパイオニア、日野自動車がお届けしておりますこの番組、走れ歌謡曲です。岐阜の化身があります。この字、確か見覚えがあるんですが、お名前が今回はございません。夜明けの本棚、まさに夜明けにふさわしく、このコーナーが終わる頃には明るくなってきましたねということなんですが、本当今日もそうで、まあ、今咲き始めました鉄線の花のように素敵な紫色に草花開けてまいりました。あなたのところいかがですか。で、この方今まであまり本を読んでいられなかったので、この夜明けの本棚、とっても楽しみに聞いてくださるということです。もう少し長くてもいいんじゃないかなっておっしゃるんですが、まあね、中にはあんまり長いと、話が長く続きますと眠くなる方もいるでしょうねと、分かってますね。まあこの岐阜の化身の方は3時に送ってくんで、私は大丈夫ですがと言ってらっしゃいます。千秋直美さんの曲のリクエストございましたんですね。さっき申し上げないでごめんなさい。曲の2曲目ワルツがかかりました。お聞きいただきましたでしょうか。まあね、今日のお話も大事なもののためには、趣味のもののためにはもういくらでも全財産投げ打ってもいいという、そんな感じがありました。昨日ちょうど NHK テレビちょっと見ておりましたら、例のあのストラディバリウスという昔のなんか弦楽器制作者ですが、その作品がいくつか出ておりましたよ。バイオリンが2つと、それからチェロがございましたね。でもうね、なぜそんなに何千万円ね投げ打って買うんですかと、このね機械っていうか楽器を一度使ってみると、もう絶対離したくない、欲しくなるんですね、日本の演奏家が言ってました。確かに演奏を聞きますとね、違いますね。なんか音が一音一音っていうよりも、もうなんかこうね続いていくような、なだらかな、ふわっとした、やっぱり共鳴が違うんでしょうかね。そんな意味では私どもね、声を扱う人間としてもね、自分の共鳴板を良くしていい声出さなきゃいけないななんていうふうに思いましたけれど、さてウィルピーコーナー、楽しい曲をお届けいたしましょう。聞くからにローカルカラーあふれておりますけれども、藤正樹さんの新しい LP からお届けいたしましょうね。上りの列車出るときに、あの子がホームに駆けてきた。大事に抱えた紙包み、黙って渡して手を振った。あの子が作った別れの涙の味。
ところで食べるおむすびと本当に美味しいですね。中身がね、梅干し一つでも十分でございますね。あの子が作った塩むすび。炊きたてご飯のぬくもりは十六あの子の恋心。百遍好きよというよりも優しい気持ちがよくわかる。都会へ行っても忘れない指先一粒ご飯粒見つめてあの子の名を呼んだ。駅弁食べてる人よりも僕だけ一番幸せだ。梅干したくあん紅生姜あの子の心を噛みしめる。故郷がだんだん遠くなる指先一粒ご飯粒涙が一粒膝の上。三沢明美さんの LP が出ました。ビューティフル小歌。桜見る人好きな人恋に命をかける人雨や嵐で散るの恋のため Beautiful Beautiful Feeling Beautiful Beautiful バラを抱く人好きな人あなたと貸してしまう人トゲがあるなどとまた座るため Beautiful Beautiful Feeling。 ゆりに似た人好きな人そそっと恥じらう純な人涙重くてうつむくじゃない同じが綺麗と言ったから Beautiful Beautiful Feeling人好きな人神話順序でうぶな人痛いトゲなど見せてはいるがこれも我が身を守るため Beautiful Beautiful Feeling。
人好きな人あなた酔わせてしまう人どんな花でも燃えたら同じ抱いてもらえりゃ赤くなるビューティフルビューティフルフルがサブちゃんの新しい LP から1曲北島三郎さんは夕焼け三度傘声聞けば遠いあの山あの女は未練心に惹かされて涙くらえて振り向けば赤い目に痛い風も吹くまま日も向くままにどこが今夜の眠らやだ傘にこの葉が舞いかかる心細いぜ一人旅吐いた吐いたわらずにしぐれああ流れて今日もまた雲と一緒に飛んでゆく後ろ後ろ姿の三度っていうのはやっぱりいいですね。なんか今日もドライビンやおはがきで夜空のトランペットなどをねリクエストいただいてましたけど、またいつか演奏の時をおかけいたしましょうよね。さて、今日ご紹介した LP、タイトルは、まずあの子が作った塩結び藤正樹僕の新しい歌、次に三沢明美オリジナル作品集私の人生男が変えた、続いて演歌北島三郎全曲オリジナル作品集というわけで、本当新しいのばかりなんですが、でも面白いですね。なんかねえ気がつきません、新しい歌とかオリジナル作品集とか。そういえば最近 LP というといろいろなね昔からの夏メロをね、新しく歌い直したなんていうのが随分ありましたから、本当の新曲なんていうと
こういうふうな断りが必要になったんですね。北海道の自然は大きくて厳しい。ここ江戸松の伐採現場では人と自然の戦いが果てることなく続けられている。木材は私たちの日常生活に欠かせない自然がくれた貴重な財産だ。この財産を運ぶことに命を懸けて10年、それは同時に私が日野の大型車を信頼しきってきた歴史でもあるのだ。一人じゃないんだ。山を越え谷を抜け地平線に太陽の沈むのを感動的に見ながら函館まで、こいつとの道中は続く。青森行きのフェリーに乗り込んだ私は津軽の海を見つめながらほっと一息タバコをくゆらす。確かな信頼、日野自動車。ロスインディオス、知りすぎたのね。知りすぎたのね、あまりに私を知りすぎたのね。私のすべて、恋は終わりね。秘密がないから話す言葉もうつろに響く。嫌われたくなくて、嫌われたくなくて、みんなあなたにあげたバカな私、捨てられたのね。私はあなたにいいのよいいの、作り涙なんか。知りすぎたのね、あまりに私を知りすぎたのね。私のすべて、鼻から鼻へ蝶々が舞うように他の誰かを恋するあなた、嫌われたくなくて、嫌われたくなくて、みんなあなたにあげたバカな私、捨てられたのね。私はあなたにしおれた花が捨てられるように。本当夜が明けてまいりましたけど、なんだか今あのねヘリコプターの音が聞こえましたね。伊豆の方の取材のためでしょうか、今帰ってきたりそんなものかわかりませんね。先ほどね4号線でも霧が出るんじゃないかなんて話をして、放送前に1号線の246号線富士ドライビンさんの方からね、霧があります出てますよなんていうお知らせもございましたけれども、本当ね、これからの運転どうぞ気をつけていただきたいと思います。
田敦子さんが歌います。笑って許して。笑って許して、小さなことと笑って許して、こんな私を抱きしめて、許すと言ってよ。笑って許して、お願いよ。ただ一言微笑み見せて、ただ一言言葉が欲しい。いじめても許すと言ってよ。昨日の昼間、上野の森美術館に、お習字の展覧会見に行きましたけれども、まあね、漢字ありかなありということなんですが、その中でね、俳句を書いた、一服の、これは何でしたっけ、今出てこないですね、手で一生懸命やっちゃってるんですけれどもね、掛け軸がございましてですね、何かっていうと、この嬉しさっていう、嬉しい気持ちっていうのは、葉のね、葉隠れにね、梅の実一つを見つけた時だなんてね、そんな俳句があって、はぁーなんて思いましたけれどもね、本当このね、緑の5月の中でもなんか随分嬉しいなぁと思う気持ちのね、時がございますでしょう。本当にね、東京もね、緑が増えてきましたよ。もちろん葉の数が一本の木に多くなったということと、植木を本当に植え込んでるという感じがね、如実に現れてましてね、やっぱりね、その愛鳥習慣ではございませんが、木々の方もかなり増えてきました。きっと鳥もね、隠れてどっかにいるんじゃないかと思います。ブロードサイドフォー、星に祈りを。夜空の星に祈り捧ぐ、その子の優しい瞳の中に喜びの涙が溢れていた。生まれて初めて知った恋を求めて離さず、ここまで来た。遠くつらかった二人の道よ、ここは
のパラダイス愛し合う二人の憩いの園涙だけを聞いていてはねえ全くあなたはへのようだなんてそんなようなことを書いてきてくださったあの頑固親父さんがおいででございますけれどもね、全くそうですね。でもやっぱりほらねえ会わずに愛してでございますから、まあ、へと言われるのはあんまりいい気持ちのものではございませんけれども、声だけを愛していただきましょう、まあ、というようなことをお話ししている間にお別れの時間が近づいてまいりましたね。本当今日はどういうお天気になりますでしょうか。例のね地震の救助作業をどん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 はかどってもらえると嬉しいんですけれどもね。金曜日は長野悦子がお相手でした。明日は西条由里子さんです。昨日ゴルフに行ってね、雨の中だからもう散々だったわよなんて言ってましたけれども、また元気な声を聞かせてくれると思います。どうもありがとうございました。おかわりなく。午前4時53分を